で先生お話しして、お話しして。先生、私と遊んでよ。あた、俺とだぞ。静か、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 私遊んでほしいだけだからな。ほんじゃあ、私から、じゃあ、うん、いや、エマちゃんから言って、なんか言って聞いて。じゃあ、エマちゃんから聞いて。何を、私、先生に質問するの？そう、何でもいいよ。お、最初、お、じゃあ、先生、先生は、早くしろよ。三人のうち、誰が好きですか？いるだからね。え？私ですか？みんな素敵。みんな素敵だから選べない、そんなの。やだやだやだ。みんな一位。先生逃げた。じゃあ、じゃあ、先生逃げた。先生、あこちゃん何？じゃあ、さっきの好きっていうのと、愛してるっていうのは、どう違うんですか？おー、何が違うんですか？そう、そうね。好きはそうだな。ちょっとみんなにはまだ難しいかな。ちょっとね。わかんないんじゃないの先生。先生わかんないの？ちょっと難しい問題かな。好きと愛してるの違いわかんないの？知ってんの、うん、じゃあ。パルちゃんわかるの？エマちゃんとアブちゃんに、じゃあ俺が教えてやるよ。教えて。言って言って言って。好きと愛してるの違いだろ？うん。別に。うん。かまど炭治郎がいなくなっても別に構わないけど、うん、お父さんとお母さんいなくなったら嫌じゃない？それが好きと愛してるの違いだと思います。お前たちは親のことを愛してるってことじゃんか。お父ちゃん、わんぱくでもいい、たくましく育ってほしい。グッときちゃう隣人の壁耳。CW ニコル、 CW ニコル。なるほど。あ、なるほどね。わかりやすい、ね、愛してるの違いを。なんか これも子供が言ったんだ、本当に。かまど炭治郎ではなかったけど、かまど炭治郎、そうそう、すっごい昔に答えたらしくて、困って、その時プリキュアだったかな。プリキュアがいなくなったら嫌だけど、お父さん悲しくなったら悲しいでしょみたいな。なるほど。それが好きと愛してるの違いだよって言って。ほう、確かにね。いい言葉でしょ、ね、なるほど。そう、もうあのお気づきの通りね、もうこのメンバーで恋人をやるのがきつくなってきたんですよ。確かにね。何言ってんの。いや、これからあるかもしんないじゃん。違う、だって俺これからあるかも。違う、俺だって言ってもさ、役として役としてよ。いや、それはありえるよ、ありえるけどさ、何回か前にさ、あこさんがさ、俺と恋人役をやるときにさ、うん、パレさんしかいないかなって言ったんだよ。どういうこと？あこさん忘れてるでしょ。うん、俺、あこさんが発見したグッドグルを俺とやんなきゃいけなく、うん、恋人、うん、だから結局俺とやるしかないじゃん。そしたらあこさんが、結局パレさんだからなって言って、言われた時に。傷つくね、それは傷つくね。傷ついちゃう。全然思うじゃない、いや、多分みんなもしれっとなんもなかった感じになったけど、俺だけなんか、あれなんで俺傷ついてんだろうみたいな。確かにそれは傷つく。いや、それそういう意味じゃなくて、ほら男性一人しかいないからって意味でしょ。まあ、そうだと信じてるよ。いや、そうでしょ、それしかないじゃん。この番組は隣人による隣人と皆様のための、あ、怒ってる、ウェブラジオでした。違う、今日で最終回なので。そうだったの。私たちも初耳だ。終わっちゃったよ。多分そういう意味だと思うけどな。男性一人しかいないからってことよ、うん、多分言い方だろうね、またちょっと ね。そうそうそう、うん、そっか、パレさんもっと悪者を扱うように扱えってこと。なるほど、なるほど。あ、俺がね。そうそう、ガラスのハートだから、うんうん、誰か、アコスか。違う、全然伝わってないの。全然伝わってないの。いや、アホな子。もういいよ、じゃない。もういいよ、幼稚園生もいいんだよ。終わった終わった。ツーアウト。何の話、何の話それ。急に思いついた一発ギャグ。ツーアウトくだらない。もしもし。くだらない。もしもし。ツーアウト。ツーアウト。さあ、そんなわけでですね。はい。今回私が発案しました。あるゲームを皆さんとやろうと思います。おー、ゲーム。
ゲーム。私が発案するゲームの代表作といえば、せーの。ボインシュートリー。トリーはい、だってですよね。あれもう宝トミーさんから話来てますからね。嘘でしょ嘘でしょ、ま、マジ今回もね、バンダイさんが黙ってないです。嘘。戦隊ものか題して。はぁっていうゲーム。はぁっていうゲーム。ああ、なんか聞いたことあるやつ。あるの？聞いたことある。彼さんが考えたんですよね。僕が発案したはぁっていうゲーム。あれ聞いたことあるってどういうこと？なんか聞いたことある。聞いたことある。なんか聞いたことある。それどういうゲーム？いや、でも私知らないんだよね。中身。さっきわかる？どういうゲーム？あ、私もよくは知らないです。じゃあ、これは説明していいとこ。うん、はい。説明していいとこ、これ。あ、うん、大丈夫です。どうぞ。説明してほしいとこ。あ、よくわかってないんで、うん、マジで。本当にわかってないの私も本当によくわかってない。なんか、はーっていろんな状況に応じて、はーっていう言葉を使って、うん、その、例えば、はい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 。今、この人はどういう状況ではーって言ったかっていうのをみんなで当てるみたいな。うんうんうん、あどのシチュエーションのはーかってことですよね。七色のはーをこっちは使って、うんうん、それがどういう状況かっていうのを当てるっていうゲームが、なんか世の中にあるらしいんですよ。全然知らない。カードゲームを聞いたことあるけど、ね。そうそう、カードゲームです。カードゲームです。はーをね、使うとかね。それです、それです。カードゲームになんか書いてあるわけ？そうです。カードに書いてあって、この選択肢の中からどれだったか当てるっていうのがあるんですよ。ああ、なるほど、うん。こういう時のあとかね。あれ実は僕が先なんですよ。違うよ。絶対。絶対違う。いやいや、そうなんだ。そうなんだ。そっか。本気と書いて、あの、マジと読もう。ジーマーミーって読みます。ジーマーミー。ジーマーミー豆腐。はい、ジーマーミー豆腐。僕が作ったのを、そのちょっと、うん、まあ言い方あるんですけど、パクられてしまったというか。なるほど。しょうがない。ちなみに僕が考えた、ゲームのタイトルは、はぁっていうゲームです。これはさ、玉木宏、あ、玉木宏じゃない。井上陽水、井上陽水。皆様には、今から僕がやるはぁが、どんな時の玉木宏なのか。むずい。おぉ。いや、面白い。これを当ててほしいです。むずい。玉木宏なのね。で、ちょっと、出役の3人だから女性陣アコ・エマ・サキナはちょっと目をつぶっていただいて、うんうん、管理人さんに今から僕の選択肢の中から1個選んでもらいます。あでそれを僕がやるんで、やるわね、当てるわけね。3人は僕が出した選択肢の中でどれをやってるのか、はい、っていうのを当てていただきます。 OK、はい、大丈夫ですか？皆さんの分大丈夫ですかね。じゃあ、はい、ちょっと3人は目閉じてください。はい。で、管理人さん。結構選択肢あるんですけど、何番がいいか、数字で言ってもいいし、あの、手で出してもいいです。奈々ちゃんがすでに笑ってる。はい。6番。なんだ ?6 番ですね。6番、はい、めっちゃあるこれですね。わかりました。はい、じゃあ 3人ともあの行きますよ。行きますよ、3人。このままこのまま、ああ取っていいですよ。取っていいですよ。取っていいですよ。行きますよ。はい。はい。もう一回。はい。これは、はい。はい。あ、はい、手挙げて答えるやつ？手挙げて答えて、手挙げて。あ、わかりました。はい、はい、トイレで、ウォシュレットで冷たい水が当たって、うん、ってなる。あごさん、その時、その時の玉置浩二は、はぁーですね。難しいな、はい。難しいな。はい。OK。わかる、はい。はい、エマさん。椅子にこぼれたカレーを踏んだ時。椅子にこぼれたカレーを踏んだ時。ちょっとぬるい感じの。エマさん、それは、その玉置浩二は、はぁーですね。あ、もう、ちょ、さっちゃん聞いてみよう。はい、さっき、はい。足の爪を、深爪しちゃった玉置浩二。あ、さっき、その時の玉置浩二は、はぁーって。
あれ似てない？全部似てた、ね、一番最初のあの正解やってみてもらって、正解やってみてもらって、なんか痛そうなんだよな。こうしてるんだよね。痛そう、痛いんだ。じゃあはい。はい、あこさん。足つぼマッサージをされた玉木君。それは、はぁーですね。あ、一瞬ね。あ、ね、なるほど。高いな。長いんだよね、長いね。もう一回。確かに。ちょっとリアルにやりましょうか。うん、もっとリアルに。はい、うん、はい、やっぱ私トイレに見ちゃったの。あ、なぜ、なぜ、なぜ、いや、そう、歌っちゃった。さっちゃんが手挙げてね。え、わかんない。はい、さっき、はい、これ最後ね。はい、え、最後、これ最後は似ないな。最後って、この回答権は最後です。あ、わかりました。低周波をつけられた。うわー、これね、別のであったんですよ。うそ ー、 うわー、で、さっきちなみに低周波つけられた時の玉置浩二は、違うんですよ、残念。そうさ、正解は難しい、ブラジリアンワックスを剥がす時の玉置浩二。惜しい。そうか、だから余韻が。ブラジリアンワックスって何？どこ何すね、どこの部分をやってるかってことどことかいいだろう。あ、ブラジル、ああ、分かった分かった。そこってね。うわぁ。悔しい、ね。じゃあ、最終問題いきますよ。はい。はい、じゃあ3人とも目閉じてください。当てたーい。いや、実はさっき、低周波選ぼうと思ったんですよね。低周波いいよね、うん、確かに。じゃあどうしようかな。じゃあ12番。12番何個あんの？あ、はい、はい、いいですよ、皆さん外していただいて。当ててーなーいきますよ。はい。あ、わかった、はい、さっき、はい、バタフライするタワコジ。正解。やすごい。嘘でしょ。すごいね。よくわかったね。なんでわかったの。すごい。いや、何年パルさんのタワコジ見てると思ってるんですか。バタフライすごい。え、もう一回見たい。もう一回見たい。え、いきますよ。やばい。もうやったー。いやー、当てたかった、当てたかった。いや、これ実はね、まあリストこんだけあるんですけど、すごいな、めちゃめちゃすごいな。ちなみに13番が平泳ぎなんですよ。え、むずそう。平泳ぎ。12番はバタフライで、13番が平泳ぎなんですよね。平泳ぎお願いします。はい。うわー、なるほど。あ、分かんなかったかも。バタフライだと、バタフライの方が確かわかりやすいね、確かに。勢いがある、勢いが。え、他何があんの？他何があんの？なんか見たいの一個じゃあやりますよ。でもちょっとあんま見えないんだよな。バンジージャンプ。バンジージャンプですか？スプーン投げ？あ、スプーン投げ。両親のキスを見た？ああ、大体。両親、11番ですね。11番、両親のキスを見た時のタモコですね。うん。いや、聞いてから見るとめっちゃしっくりくる。確かに。なぜ？なぜ？それなぜ？いや、なぜって、それであんた生まれてきた。確かに確かに。ね、大好評でしたけども。いや、面白かった。いや、なんせさっきが当てたっていうのも面白かったです。すごいね。いや、さすがだよ。なんかボケたことよりも。ありがとうございます。それでは皆さん、来週の更新もお待ちください。201号室あっぱれ一の女王でした。あくびジャイアントババじゃないの、真似しろって言ってないのよ。202号室の星出咲菜でした。いやー、203号室、203号室の砂山でした。はっぱ。じゃあ、ジャイアントさん。
ジャイアントババじゃないの。204号室のいつもの箱でした。また来週。また来週。バンダイさんお待ちしてます。どうやってやんのこれ。確かにボードゲーム無理。のりこご飯食べないで帰るからね。誰のりこ。のりこね。あんたのりこね。